あーお、にゃんにゃんにゃん、あおチャンネルのかずきでーす。ほしでーす。かいでーす。お、はい、今日は珍しいメンバーじゃないですか。うん、珍しい。かいちゃんね、あおチャンネルの珍しいメンバーじゃんね。4月ぶりです。4月去年の去年の、そんな出てない。多分そんなんです。今日ね、これ何メンツかと言いますと、はい、青の昼営業をやってるメンツです。そう、今お昼の12時からね、まん延防止重点措置が発出してて、はい、時代が21時までなんですけど、普段からのね、青はね12時オープンじゃないですか、うん、で、まあ、12時から夜までを担当してる3人なんですよ、はい、僕は週1で、推しは週5で、帰ったら週2とかでね、うん、やってて、はい、昼のね、良さをちょっと皆さんにね、お伝えしようかなと。はい、昼の青の良さを伝えたいという動画でございます。イエーイ。そうだね、慣れてない感じが2人とも確かにするね。なんかかえちゃん大きくなった？いろ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 、なんかその出てない間に太っちゃった？7キロぐらい。で、ってことは今体重は大台ここで発表。100キロ超えです。おめでとう、かえちゃん。おめでとう、かえちゃん。そんなかえちゃんはね、ね、働きながら9割はご飯を食べてるっていう噂ですけど、この間もね、昼営業はですね、お客さんが結構差し入れとか持ってきてくれるんです。ありますね。ね、はい、なんか差し入れね、たくさんいただいてるんですけどね、この間ね、唐揚げ20個差し入れされてましてね。いただきました。やばっ、食べになられてましたね。絶対食べられるな。ね、なんか、そう、なんかお昼時とかはもうオープンしてすぐね、お客さんがお弁当とか持ってきてくれるじゃない。本当に嬉しいです。嬉しいな、あれね。で、結構バタバタして出勤してくるからさ、昼ご飯食べてない時とかあるじゃん。あります、あります、あります。それ助かるよね。めっちゃ嬉しいです。助かるよね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、昼飲みなんですけども、まあ、お昼の12時オープンで、はい、で12時20分に、お米が炊き上がってですね、ピー、はい、そうで、カレーが食べれると。はい、で、まあ、今基本カレーですけど、ハヤシライスだったりシチューだったり、まあ、いろいろなんですけども、たまに、いろいろあるんですけどね、まあ、それを目当てに12時から来るお客さんもいるし、うん、ああ、いらっしゃいますね。あとはアルコール飲まない人も結構多いですもんね。そうですね。だから昼はね、初心者の方がとても足を運びやすい、うん、そうですね、営業時間帯になってるかなと思います、うん、ちなみにね、今夜結構来てる常連の方々も昼営業にもともと来ている人が多いじゃないですか、うん、はい、で、昼に足を突っ込んで夜に飛び込むという、あー、ですね、ですね、ですね、方々が多いから、はい、チュートリアルみたいな、ね、そうね、確かに確かに、そうそう、まあ、ゲイバーなんだけど、ゲイバーっぽいことを体験して本格的に夜の方法そうですね、あるある、そうそう、だからね、変なし、ね、まだちょっとね、こんな時期なんでね、もう大きな声で来てくださいってはいないんですけど、うん、ね、今がチャンスっていう感じもあるから、ね、はい、そうですね。どうですか、昼働いててお客さんの雰囲気は。雰囲気は穏やかですね。優しい優しい優しい、本当に。やっぱりゲイバーってお酒飲んでわーってやるところっていうイメージを持ってる方って結構いらっしゃるかなって思うんですよ。結構朝ライブとかやってても、私お酒飲めないんで行きづらいですっていうコメントとかが時々見られるんですけど、まあ、青は、まあ、夜営業もそうなんですけど、青の昼営業も夜営業もノンアルでも全然ウェルカム、皆様来てくださいっていう感じなので、お酒飲めなくても全然一緒にお茶飲みましょうみたいな、ジュース飲みましょうみたいな感じでやれるところが大きいので、うん、そういった面でもすごい優しい雰囲気っていう感じがしますね。だいたいみんな初心者だから、うん、そうですね、そう、みんな同じ感じでいらっしゃってるんでね、はい、全然なんて言うんだろうな、緊張はすると思うけど、ですね、ですね、緊張は、まあ、そこは僕たちに任せてくださいよ。はい、あとはね、パソコン持ってきてね、お仕事してる人とかもいるので、うん、あ、いらっしゃいますね。夜はやっぱガン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 音流すんですけど、うん、まあ、昼間のね、その真っ昼間とかでね、ちょっと集中してね、お仕事したいとかいうのがあればね、うん、全然お客さん他にいなければ、そうですね、音も下げるし、はい、すごい使いやすいスペースではあるかなと思うんですけどね。あおチャンネル。あとはやっぱ昼営業だと子供連れの友達が来やすいというか、
長くさ2丁目にいるとさ、うん、女の子のお客さんとかさ結婚してたりするわけよ、うん、で子供が生まれてて、うん、夜だから連れてこれないけどって言って昼連れてきたとかいた、うん、3兄弟ぐらいで行きました。そう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 全部みたいな。そう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 家族飲みしてます。そう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 昼だから助かるわーって言ってまあね、でも昼だからね、あのその怖い人たちもいないし、うんうん、なんかすごい平和にやっと来れたって言って、もうだって付き合い10年くらいあるけど、お青来たのその時が去年が初めてだもん。ありがたかったですね、あれは。だからね、昼はまた夜と顔が全然違うからね、うん、そうですね。なんだろうね、怖いイメージは一切ないですね。ないない。常連さん結構多くな、なんだ、昼が長くなればなるほど、うん、常連さんになってくる。そうね、昼営業の常連さんね、もう結構いるもんね。そうですね。なんかたまにあの親戚の集まりみたいな言ってたじゃん、ライブで、はい、俺もなんか夕方くらいに来た時に、あ、なんかすごいじゃんみたいな。あの、いつめ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 みたいな。なんかそことそこ仲いいんだとか。あ、そう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 、あ、あるあるある。それ気づいたな、それは、うん。あとはなんか一人で来てる方が多いんですけど、うん、その一人で来てる同士で仲良くなってるよね。ありますね、お店でね、はい、一緒にご飯行ったり一緒に飲み行ったりしてるんで、うん、みんなすごい仲良くなれる場所なんだな。そう、でもそこから恋愛とかに発展してくれたらもんね。確かに。青チャンネルってことはこう友達作りにも適してるってことね、うん、青の昼は適してますね。お、友達行きますよ。じゃあ、 あのやっぱ青に昼、青のね、昼の海、うん、青の昼の部門にね適してる人、友達欲しい人ですね。ちょっとゲーバー怖いなと思ってる人、うん、お酒飲めない、お酒飲めない人、お子さん連れの、お子さん連れの方主婦の方、主婦の方とか、なんかあのちょっと息抜きしたい方、うん、ちょっと仕事を外でやりたい方、あれですね。すごい多種多様じゃないですか。そうですね、もう最高じゃないですか。だからもうあの皆さんね、また時短営業中ですけども、うん、ぜひ昼の青、しかもね今の時期だとスタッフも充実してるので、前はそうオッシーしかいなかったとか、うん、かいちゃんしかいないとか、うん、僕しかいないだったのが、もう2人とか絶対いるのでですね、はい、特にねカズとワンちゃんあたりはね、うん、夜しかいない、夜しかいない人たちなので、うん、なのでぜひお待ちしております。お待ちしております。はい、ということでね、まあ今日はちょっとこういうあの青の昼の押し売りみたいな、あの動画になったんですけども、はい、ぜひこの動画がねいいと思ったら、ぜひ青チャンネル見たよって言って、昼青に遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでこの動画終わりたいと思います。それではまたね、バイバーイ。